はい、どうも、北海道小樽市在住、大久保克也41歳でよろしくお願いします。毎日夜9時に漫画、アニメ、映画のどれかですね、紹介動画出しているんで、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。ってことでですね、今回皆さんにご紹介したいアニメ作品、こちらの作品になります。曇天に笑うということでですね、2018年に福士蒼汰さん主演で実写映画化もされている作品になっています。この作品を紹介したい理由というのが、クモ三兄弟という三兄弟が活躍するアニメになってるんですけど、その長男である天下というキャラクターがめちゃくちゃいい男で、あっぱれ感が半端ないっていうね、本当にかっこいいということで、今回もささっと触りだけご紹介していきたいと思います。時は1878年、明治11年、明治維新以降、日本は士族の反乱などにより多くの犯罪者を抱えることになります。犯罪者の多くは送られた監獄もすぐ脱獄してしまうような凶悪な犯罪者たちが多いんですね。そこで日本政府は琵琶湖の真ん中に立つ巨木の中に絶対脱獄不可能な獄門島という収容所を作ります。そして獄門島に重犯罪者たちをどんどん送り続けてるわけなんですね。犯罪者を送る護送の最終段階である橋渡しを担当するのが蜘蛛神社に住む蜘蛛三兄弟という今回の主人公たちになっています。この蜘蛛三兄弟なんですけど、さっき話した長男が天下というキャラクターになっています。蜘蛛14代目当主で破天荒な性格なんですけど、もう十数人の犯罪者であれば一人で軽々とこう制圧できるっていう力の持ち主なんですね。趣味は昼寝で、特技が雑魚寝っていうね、まあ寝ることに関してはエキスパートです。ものすごい家族思いの長男になってます。で、次男の空丸なんですけども、長男の天下とは違って真面目で努力家で自由奔放なお兄ちゃんと弟に振り回されながら家事全般をやっています。そしてですね、長男の天下に強さだけではなくて人間としてもものすごい尊敬の念を抱いている次男になっています。そして三男なんですけど、忠太郎というね、まだ12歳の子供なんですけど、天下のことが大好きで、天下の命令には絶対服従で、どんな無理難題でもこなしてみせ、12歳の可愛らしい少年なんですけど、めちゃくちゃ足が速い特技があったりとかします。この三兄弟がですね、橋渡しの仕事をこなしながら日々を生活していくんですけど、この時に空は300年に一度の長い曇天が続いているんですね。言い伝えがあって、この時に現れる人々に災いをもたらすものというのがオロチの器と呼ばれる存在なんですね。そのオロチの器を求めてですね、右大臣直属の組織である山犬という組織も動き出すことによって、物語はこのオロチの器を中心に進められていきます。そして蜘蛛三兄弟も自分たちとオロチの器と呼ばれる存在との宿命にどう向き合っていくのかを描いているアニメになっています。工藤三兄弟と呼ばれる兄弟の絆がですね、本当に素晴らしい作品になっていて、アニメ後半にはですね、絶対にこう握り拳を握ってね、よしっていう場面がね、必ずあると思いますんで、ぜひ皆さん見ていただけたらいいと思います。ということでですね、今回も皆さんの貴重なお時間を使って見ていただき、本当にありがとうございました。